上与価値とは、マルクス経済学における基本概念で生活に必要な労働を超えた上与労働が対象化された価値である。資本の一般的定式である、貨幣 G 商品 W 貨幣 G におけるデルタ G を指す。工場で働く労働者、マルクス経済学は労働価値説に立脚する。産業資本において資本が労働力を用いて、 商品を生産する過程での労働量は、労働者の生活に必要とする労働と、それを超える、常用労働から構成され、この常用労働によって生み出された価値が、常用価値である。理順は、常用価値の現れであり、利子、時代は、常用価値が形を変えたものである。常用価値は、商品交換によっては生まれない。なぜなら、流通過程においてどんなに、 不等価交換が生じたとしても、社会全体の価値総額は常に等価であるからである。それゆえ、利順が商品売買の差期から生まれるという議論は誤りである。それでは、上与価値はいかにして生まれるのか。労働力は、その使用価値そのものが価値を生み出す独特な性質を持つ一商品であり、労働者の肉体に存在している。労働力商品の価値額は、 その再生産に必要な労働時間によって規定される。ところが、資本の生産過程において現実に支出された労働量、したがってそれが商品に対象化されたものとしての価値量は労働力商品の価値量を超過する。この超過分が上与価値である。労働者は自己の労働力商品の価値額を超える価値を彼の労働の支出によって生み出すが、資本が 労働者に支払うのは労働力商品の価値額に相当する賃金のみであって労働者が生み出した上与価値の対価を支払わない。それゆえ以上で見た事態は労働者による資本への不払い労働の譲渡に他ならない。これを搾取という。カール・マルクスは上与価値が生産される過程を価値増殖過程と名付けた。これに対して使用価値が生産される過程を労働過程という。 両家庭の統一物として我々の目の前に現存しているのは資本の生産過程である。カール・マルクスが呂与価値概念を確立したのはその主張、資本論においてである。学説史的に見て資本論における呂与価値の概念は価値の概念を継承するものとして成立した。この継承は三つの飛躍を含んでいる。すなわち、労働と労働力の区別と労働力商品の 発見、生産過程における労働者の搾取の発見、資本主義的生産様式の歴史性の発見の3つである。カール・マルクスは、価値概念から、常与価値概念に到達するまで20年以上の、時間を費やしている。なお、高坂逸郎役とされている番は、実際は大部分が、岡崎二郎によるものである。ありがとうございます。